岐阜県立郡上特別支援学校高等部所属の伊藤と申します。本日はキャリア発達を促す生徒一人一人の力をどのように育むのかといったカリキュラムマネジメントの視点で、特別支援学校には作業学習という授業があり、その授業で行う喫茶サービスを中心に報告していきたいと思います。中でも ICT とキャリア教育という一見結びつかないような組み合わせですが、キャリア発達を促す視点での学びのツールとしての ICT ツールの利活用した作業学習での実践を報告していきたいと思います。それでは始めていきたいと思います。当校の卒業後の生徒の状況は、障害者雇用による一般就労の職場定着率が8割です。ただ離職には至らないのですが、問題を抱えた卒業生がいます。その問題の要因は、本人の適性と仕事内容のミスマッチではありません。自己理解不足だったり、コミュニケーション力の不足から困難な状況を乗り越えられなかったり、人間関係でつまずいたりする問題がほとんどでした。そういったことを鑑み、当校は卒業後の社会自立に必要な力を培うと作業学習の一環に喫茶サービスを考えました。このキーワードを開発、動画、改善で話を進めていきたいと思います。まず最初は開発についてです。第41回のパナソニック教育財団の一般実践研究助成を応募し、情報機器を助成で購入することができました。岐阜県情報技術研究所の協力をいただき、喫茶支援システム、アプリの改良点をブラッシュアップしました。現時点では6個のアプリを開発していただけました。次のキーワード、動画についてです。事前学習、喫茶営業、事後学習の一連の課題解決的なキャリア発達を促す喫茶サービスの授業モデルとして構築しました。自分の姿を振り返るツールとして動画やアプリを活用し、生徒自身が自分の成長を感じられ、キャリア発達が促されます。事前学習についてです。接客する自分の課題に対して再確認するツールとして、バーチャルリアリティのシステムを導入しました。このシステムで自分の役割に対して再認識する場として、模擬練習をし、個別の目標を確認する場です。VR の臨場感により、実感として自己を振り返ることができるとともに、接客する、興味関心が高まる導入としてとても有効なシステムだと感じました。それでは VR ゴーグルをつけている様子をご覧ください。ピント合ってますか？はい、はい、すげえ。おお、今大気の近接がある。で、今入れとるとこあるよね。はい、水運んでるよね。はい、はい、で、お辞儀どう？ダメです。まあ、このように興味関心を引きつけてるのは明らかで、課題、個別の課題に注目することもできています。次に喫茶営業についてです。まずこれから流す映像をご覧ください。今目まぐるしく接客する姿を確認していますね。喫茶営業は4時間の営業時間です。それを以前はすべて4時間分の映像を見返し、自己学習の振り返りで活用するための動画をピックアップしていました。そこで生徒の良い姿や改善すべき姿を記録するためのアプリとしてグッドショットがあります。先ほど見ていただいた映像が PC のデスクトップ画面に表示してあり、その画像を遠隔でスクリーンショットするアプリです。ウェブカメラのライブ映像から生徒の活躍している様子や今後につながる様子をタップすると、ライブ映像画面などが記録されます。複数の教師がタップすることで多角的に評価する観点の幅が広がります。グッドショットを使って膨大な営業時間の動画から良い姿や改善する姿を抽出して自己学習を行っています。スライドにあります赤丸の部分をご覧ください。超短焦点プロジェクターでテーブルに広げたホワイトボードフィルムに映し、映像に文字や記号を書き込みながら対話し、喫茶営業を振り返っています。それではどのように振り返っているのか動画をご覧ください。こんなのここ一人やったわ。何言ってんだ俺。ここ多分ね、何やったっけ、どこやったっけ、どっかのやつの2テーブルやったっけ。このように360度のカメラで撮影しておりますので、タップをすると、ちなみにここら辺でまたあれやろ、僕バスの人やろ、なんかでも1回やってやりました。このように360度の視野で見れると思います。このように生徒同士がワイワイガヤガヤと生徒主導で行われる振り返りの場を見ていただけたと思います。あれでも
生徒が自分の目標に対して課題に次の喫茶サービスではどう改善したらいいのか考え、言葉にすることで改善につながっていきました。俯瞰した映像から自分の目標としていた行動を見つけて言葉にしたり、仲間の様子を見て言葉にしたり、あるいは教師からの評価によって達成できている自分自身に気がついてハッとすることのアクションの積み重ねによって、さまざまな活動や活躍したいという気持ちが少しずつ高まってきていると感じます。喫茶サービスではお客様にアンケートを書いてもらっています。接客後、お客様アンケート用紙の記入を依頼し、それがお客様からの即時評価につながるようにしました。具体的には販売終了後のミーティングで客からの評価やコメントを見ることで自信につながります。さらに、ある生徒は接客が上手にできなかったと思っていたとしても、お客様からの評価が高かったことを伝えるととても嬉しい気持ちになり、モチベーションを上げるためのアンケート活用としてとても有効だと感じています。教員が検討するためのツールとしてキャリア発達評価表を活用しています。喫茶サービスの営業後の動画を見ながら検討する機会を設けることで、キャリア発達が促されたポイントが分かり、今後の支援の手立てを図る内容となっています。 ICT ツールを利活用した喫茶サービスにおける授業モデルは、事前学習、喫茶営業、事後学習の学習展開でキャリア発達を促す可能性の一助となりました。生徒のなりたい姿に近づく過程では、さまざまなつまずきもあるし、ネガティブな思考にもなる中で、そのことと折り合いをつけながら授業モデルのサイクルで学習していたことで、生徒は変容していきました。その変容の一端を垣間見れる動画を一人の生徒に着目し、その変わっていく途上の1年間をご覧ください。今、入り口で構えている生徒に注目していただけるようお願いします。お客様が1人2人と来客する中で、まあ、右往左往している中から戸惑っている様子が確認できると思います。大勢のお客さんが見て、この姿を動画で見たとき、このとき焦って何をしていいのか分からなかったと、蘇ってきたその時の気持ちを説明していました。で、そういった、振り返りの中で改善していく過程の中で、分担して接客することの意味を理解した、この瞬間の映像です。まあ、このように自己学習で生徒は生徒同士で仕事を分担している様子を確認し、自己の変化を知ったことで、その後の教師のアドバイスがなくても主体的に役割分担し接客できるようになりました。自分の行動を言語化し、生徒同士や教師と対話し、自ら振り返り変えていく思考を繰り返すことで、自然にメタ認知が育まれ変わっていったと思います。この変容した姿が全ての成果を物語っています。定着復旧としては、これまでの研究成果をキャリアマネジメントハンドブックとして財団のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。研究発展的な展開としては、生徒の実態に合わせたアプリ改良を行っていくとともに、スライドにありますレジスターもユーザーが使いやすいようにアップデートを重ねていきます。 QR コードから読み取っていただければジャンプできますので、買い物学習、物品販売等のレジ機能として活用していただけたらと思います。キャリア発達を促すには、正しいか間違っているのかを気にせず、まずは生徒自身が喫茶営業で体験して感じたこと、思っていることを自分の言葉で表現することが重要です。さらに ICT の利活用によって伝え、思考する動機づけを促すことと、一連の授業モデルにより生徒が自分の課題を達成した実感を得ることで自己効力感が高まることができました。こういった生徒自身のやってみたいと思う動機づけや起用知識までの補助に ICT を利活用して、自分は何ができて何ができないのかを自己認識する中で、自分にはこのことが確かにできるという根拠のある自信を今後も大切にしていきたいと思います。これまでのトライアンドエラーの3年間に助成をご尽力いただいたパナソニック教育財団に感謝するとともに、関係者の方々にお礼を申し上げたいと思います。ご清聴ありがとうございました。